皆様、本日はですね、こちら先日買ったマルチブレンダーみたいなやつ、ブラウンハンドミキサーみたいな、なんて言うんだったっけ、ハンドブレンダーを使って、今回こちらの鶏胸なんですけど、こちらもひき肉にし、かつ野菜たちの下ごしらえも全部こいつに任せて、ガパオライス作っていきたいと思います。素晴らしい。全部こちらで、この本体の部分ね、電気つながるやつ、ここは洗えないんだけど、基本的にそれ以外全部水洗いできるので、今回もこれ使ったやつ、あとはもう全部水洗いするだけです。おー、楽ちん。はい、じゃあやっていきます。まずはこちらに刃をつけて、まずじゃあ野菜類からやっていこうかな。で、多分たくさん入れすぎちゃうとダメなので、まずはじゃあパプリカ、こちら4分の1にカットしてるやつですね。とりあえず4つでいくか。ちょっとまだね、ちょっと 初体験なんで分かんないんですよ。まず4つでいってみますね。で、いってみますね。6解除。あ、全然余裕だな。で、粗みじんにしたいので、まあちょっと刃のあれを調節しつつやれば、え、もうできた。もっと数入れてよかった。はい、まずパプリカの粗みじん完成。やばい早い。いいリアクションするね。ちょっとブンブン先輩のお株を奪うようだけど圧倒的速さだったわ。またセットして、今度じゃあオレンジプラスピーマンでいきます。ゴー。あ、いいいい。これここの押し方でさ、調節できるから、やりすぎないようにっていうのはすぐ調節できる。はい、これでピーマンとパプリカも粗みじん完成。やばい、高まる。まあでも多分あれかな、結構本当に強いから、もうもっと粗みじんにしたいんだったら、やっぱりブンブンチョッパーぐらいの手動で、かつ刃がね、結構もうちょっとゴロゴロっと設置されてるやつの方が綺麗にできるかもしれない。結構やっぱハンドブレンダー強力なんで、あっという間に細かくしちゃいますね。パプリカ終わったんで、次ニンニクと、あと玉ねぎも粗みじんしちゃいます。あと強力だね、やっぱりもう何の抵抗もなくスッといく。この押して離してを繰り返すと、ちゃんと上に上がったのが下に落ちていくから、みじん切りしやすい。こんなもんかな。多分10回ぐらい押して離してを繰り返せばいいだけじゃないかな。はい、玉ねぎも粗みじん完成。やばっ。じゃあ玉ねぎとニンニクを取り出しておきます。でもまあ野菜がね、できるのはもう分かってたから、次ですよ、メインは肉をミンチにしたいと思います。鶏むね肉、今回2枚用意してるんですけれども、とりあえずじゃあ1枚分にしとこうかな。鶏むね肉ハンドブレンドしていきます。映ってるよね。いきます。じゃあちょっと様子見てみます、はあ、できたすげえ、すごい。あ、しかもちゃんとくっついてるとかなくて、全部バラバラになってます。すごいわ。でね、これね、本当思ったのっておかしいけど、買い物行った時に鶏ひき肉 100g、 胸と、ひき肉の状態で見た時に20円安かったんですよ。塊の方がね、鶏ひき肉が確か90円だったのが、鶏胸肉のこの塊だったら70円とかだって、もうこれはひき肉にせざるを得ないと思って、せっかくこれをね手に入れたから、だからもうほんと今後ひき肉、まあ半額とかになってたらひき肉そのまま買えばいいと思うんだけど、全然できるんだったらね、こういうの使ったら安く作れるので、本当におすすめだと思う。素晴らしい。ちょっと一旦この子たちは避難させて、いっぺんにやるときは特にいいよね、みじん切りの料理はね、うん、ハンバーグとか本当楽だと思う。楽だろうね。じゃ残りの胸たちもやっちゃいます。あとね、みんなが多分思ってる以上にね、何の抵抗もないんだよ。やっぱブンブンチョッパーもね、すごいんだけど、やっぱりさ、結構引く力もそれなりにいるんだけど、やっぱ電動っていうのはね、すんばらしいね。文明の力を感じるね。ミンチ完成。はあ、テンション上がった。で、あとはもうこちらは全部これね含めて全部丸洗いするだけなので、で、ブレンダーとかはね、ちょっと汚れたら普通にアルコール除菌とかで拭いてあげればいいだけだから、こ
こちらだから大きいブンブンチョッパーもあられするだけです。楽ちん。では具材の準備ができたので炒めていきたいと思います。では熱したフライパンに油少々を引いて、まず玉ねぎから炒めていきたいと思います。で今回玉ねぎと一緒にニンニクもみじん切りにしているので、ここで玉ねぎとニンニクに軽く火を通していく感じです。じゃあ香りが立ってきたので一旦ちょっとこちら取り出しておいて、先ほどのお皿でいいので、じゃあここに鶏ひき肉たっぷり、はい、鶏ひき肉を炒めていきます。でね、今回まあひき肉塊で作ったけど、なんかやっぱりね、ひき肉ってあの普通の塊肉と違ってもうミンチにもともとされてるから空気に触れる面積が多くて酸化するのが早いんですよね。だからあの結構あのすぐね色が変わっちゃったりとかしちゃうので、こういう塊肉買って自分でミンチにしとけば普通の多分ひき肉買うよりも日持ちはすると思うので、そういう点でもおすすめだなと思いました。安い時に買って作っておくのは素晴らしいね。じゃあ鶏胸に一通り火が入ったら、先ほどの玉ねぎとニンニク戻して、でパプリカもピーマンとパプリカですね入れちゃいます。でここにお好み量なんですけど、お子様が食べるときはそんなに入れなくてもいいし、最悪ね全くなくてもいいと思うんですけれども、こちらの唐辛子、輪切りの唐辛子ですね。僕たちはね結構しっかりめに入れるんですけど、ちょうどパプリカの汁気が出て水分が足されてる状態なんで辛みも馴染みやすいと思うので、はい、いい感じに煮立ってきて火が入ったら味付けしていきます。まずこちらね、お酒大さじ1とみりんも大さじ1、こちらナンプラー、こちらは大さじとりあえず1で様子見ます。でオイスターソース、こちら大さじ 1.5 ぐらいでどこかな。でここにお砂糖大さじ 1/2 ほどで、もし辛みが欲しければもっとここにちょっとだけ豆板醤とかそういう系のを入れてもいいと思います。あ、でもナンプラーやっぱ魚醤が入るとめちゃくちゃ香りが一気にガパオライスってなった。でこれにお醤油を一回しで、お塩は少々と胡椒で、こちら炒め合わせて、でちょっとここのある水気がねちょっと飛んで落ち着くまで炒めていきます。で最後こちらのバジルは用意しておいてください。水洗いして最後上に飾り付ける用のやつはちょっと取っておいて、あとはもうこの水分をねちょっとしっかりめに飛ばしていきます。じゃあもうそうしてる間にね、横で目玉焼き作っときます。はい、ちょっと油多めに引いたらこちらにシリコンのこれを置いて、卵を真ん中に、はい、でだいぶ水分落ち着いてきたら、ちょっと味見してみてください。うんまっ。あ、でも今回ちょっと辛みは抑えめだな。あ、最後に辛み効いてきました。ちょうどいい。いい感じの味は馴染んでるので、じゃ最後こちらにバジル適当に手でちぎって入れていってあげてください。でバジル入れたら最後混ぜ合わせて馴染ませます。じゃあこれでガパオライスのこの部分をなんて言うんだろう、ガパオなのかな、じゃあガパオ完成。じゃあ最後ね、目玉焼きもいい感じに仕上がってきたので盛り付けて食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきますな。で一応最後あの皆さんお好みでナンプラーとか、はい、あとあの青唐辛子をつけたお酢とか。そうだね、一回つけたんだけどね、
あとまあこういうまあゆず酢とかはさ、多分辛みと酸味もいい感じだろうか、そういうのを最後自分でなるほどブレンドして食べてくださいということなんですけど、癖がないのはこのままでいいってことだね。いっちゃって、あ、いいですか。なんで先食べていくよ、いいよ。ちょっとお先でね。なんなのそれ。いただきます。はい、やばい、うまい。今もう2人とも最大限にお腹空いてるから。卵と一緒に食べたいんだ。じゃあ俺も卵と一緒に食べちゃおうかな。じゃあ俺は、うん、甘みが強いかなって思ったけど、うん、きちんとやっぱり輪切り唐辛子と一緒に食べたらそこの部分は辛いからちょうどいい塩梅、うん、いただきます。そんなに癖がないね。食べやすい。俺はもうこっちの方が好きだね、やっぱ。あともこのナンプラーがそんなにあの癖がないんだと思う、うん、でも香りはねほのかに立つ。だからねすごいバランスがいいです。で、お野菜の甘みがすごい、めっちゃ出てます。美味しい。すごいね、本当に甘い。うん、あとこの卵と合わせた瞬間のさ、なんだろう、このさ向こうの国のさ、あのそぼろご飯食べてるみたいな感じなんだよ、ね、俺からすると。ちょっと焼きだ俺ナンプラーとして。うまいわ。癖があるからね、ナンプラーとかは。どう変わる？もうすんごい変わる。美味しい。美味しい。俺は好き。これお弁当にもいいね。うん、別々に入れといてほしいね、自分で完成させたい、うん、ちょっとゆずすこも決めようかな。後からやっぱちゃんと辛いね。うん、うまい。いやでも俺はもうあのハンドブレンダーが楽しすぎて、次どんなひき肉料理を作ろうとか思って楽しかった思いのか。楽しい。抵抗がないっつってたもんね。確かにあのブンブンチョッパー使ってる時どんなもないと思う。まあ簡単だけど硬いの入れすぎたらちょっと危ないかなって思う瞬間があるもんね。一回それで壊しちゃったからさ。うん、本当に料理が好きで、どん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 料理の幅広げるんだったら本当おすすめのあれだね、うん、本当買ってよかったね。結構思ったのが、俺カレーとかって結構あの玉ねぎを、うん、もう具がなくなるぐらいトロトロにしたいんだよ、うんうん、だから玉ねぎと人参とかそういう甘みを出したいけどゴロゴロじゃなくてトロトロにしたいみたいな時はもうあれでペースト状にしちゃって入れれば、うん、カレー作りでも楽だなって思った。確かにね。待って、バジルめっちゃうまいんだけど。俺バジル多いかなって思ったんだけどさ、好きね、全然これくらいで。こういうのは好きなんだよね。異国情緒ある味なんだけど日本人好みの味でもあるよね、これは。そう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 、うまい表現、いいね。そう、それ多分ね、本場だと多分強すぎるんだろうね、匂いが、うんうん、そういうのがなくて全然日本人でも食べやすいような味付けになってると思うので、ぜひ。うん、ということで本日はですね、便利なね調理家電をね、こうちゃんが初めてね使ってあのガパオライス作っていただいたんですけど、これはこうちゃんからまず話した方がいいか、その調理家電の感想から。まあガパオライス自体はね結構、うん、僕よく作るんで、うん、まあ味付けとかは真似してほしいんですけども、うん、やっぱ感動したのは粗みじんとかみじん切りにできるのを自分のこの指の感覚で調節できるから、うん、結構 雑というかゴロゴロとした感じにしたいのか、うん、細かめにしたいのかっていうのもあれ使えばすぐできるっていうのと、うん、あとまあブンブンチョッパーと比べて、うん、抵抗がない、全く。もうなるほどね、スッてスッていくから。であと丸洗いできるから、うんうんうん、そんな掃除もめんどくさくないし。そう、それがね、コメントで気になってる方もいたんで、本当に片付けなんだっけ、スムージーの後僕やったんですけど、マジで楽です。本当に全然なんかね、うん、あっという間に終わっちゃうぐらい楽だったんで、後から付けも本当おすすめだなと思います。なんか昔僕イメージしてたさ、ハンドブレンダーとかこの据え置きの大きいやつって、うん、なんか外し方とかさ、うん、どれで洗っていいのか大変なんだろうなっていうイメージあったんだけど、うん、今回買ったやつはもう本当全部丸洗いってなってるから、すごいどんどんねグレードアップしてるんだろうね、はい、素晴らしいです。はい、そういう感じでございます。ガパオライスはもう間違いなく美味しいです。本当にそぼろご飯が好きな方は絶対好きなんだろうなっていう、ね、鶏そぼろ作ろう。
もういろいろ作れちゃうからさ。で、あの今回そのパプリカとかいろいろお野菜入ってるんですけど、それのね、あの旨味がすごく出てるんで、そこも良かったなと思います、はい、でやっぱこうちゃんがね、この粗みじんとその細かく切ってる、そのちょっと違う大きさもあるっていうのもなんか美味しさの一つになると思うんで、はい、あの食感が楽しめるってことだね。そうだね、はい、とっても美味しくできてると思うんで、ぜひ皆さん真似して作ってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、バイバイ。